ードレールが完全に埋まっちゃうほどの土砂。これとりあえず平らにはなってるけど、うん、でもジムニーだろ、うん、あ、いけるか、そんなにほら、あ、なんとかいけるか、うん、なん、段差が左寄らないと、歩いてて足が痛いようなトゲトゲの岩だよこれ。あ、一応ってるわ、あ、いけるね、なんとか。うわー、こうよ、こんな感じ。いやー、これこれはサイズね。で、向こうはどうなんだ。ああ、いけるな、乗り越えれば。じゃあ行くか。あら、抜けたよ。なんかあそこあそこで、すごくね？なんかあそこあそこで流し撮りどころじゃないぞ。マジ？ちょっと登ってみるか。うん。いやドキドキするわ。あ、こっちからの坂って分かるからよくない？あ、まあね、だ路面がな、まあ狭いとか分かんない。あ、そう、じゃあそこを最初映してて、あそこか、あっち登ろう、これ映してて、俺が通り過ぎたら映してるっけ。ああ、そしたら両方分かる。オッケー、ここ最初向こう。
これ尖ってるとこ通れっかな。上にポコってなってんの。なんとか。ああ。尖ったまま。になこのまま行けるのか。ああそうだね。そのまま平らになってる。ああそっか。越えれば行ける。ただもう。その先どうな。足場だいぶゴロゴロしてるからさ。な。これ噛み合わせ悪いと。本当だよな。狭いし。まあまあなんとかだな。うん、はあこの土砂崩れか。ふう。ちょっとじゃあこっちから撮ってもらうか。でこの先あ回った。うわやべえよこの林道。またこんななってるよ。またさっきみたいなとこだよ。うわどこまで上がるんだよこれ。これよ。狭い。マジかよ。やべえなこれ。これどっかじゃ。これ奥から取ろうか。ん？あの奥。奥。上から？こうでしょ。いや超怖えよ。登ってる。
そして水を。ここなんか砂地パターンのサラサラ砂地。すんげえ坂。砂砂利。あれあれあれ。これどうよ。いやこれはもう右。通れる。あ通れる。通れる。じゃあ通れる。ああ。ちょっとまだ登るんですけど。なんかお立ち台みたいになってるから。向こう。安心するよね。安心するね。じゃあ
見えない。変な名前見えません。相変わらずイタツボなんとか林道って書いてあったんだな。あ、まあいいや、そんなことない。長いこの林道、最初から地図見て長いのは分かったけど、まさかこういう状態で長いとはね。こんなハードで長いとは思わなかった。思わなかったよ。ずっと沢をさ、沢と一緒に、ね、芸術点高い林道なんつっちゃって、なあんなの、まだ入り口、入り口にもなってないよ、ほんと。ほんとだよ、全然襲うのかと思ったら長いから。うん、きついってこれ。一人で来るとこじゃねえな。ね、少なくともそれは間違いない。あ、もうちょいだな、もうちょい、もうちょいなんだ。もうちょいなんだけど、上がりきってそのまんまの土砂崩れがなきゃいいんだ。うん、そうだ、上がりきってそのまんま本線って感じだ。昔の人はよくこれをメインで使ったのかね、この林道。さっきの人工物の看板、びっくりした、え、鹿か。あ、鹿だ。あ、びっくりした。うわ、びっくり、なんであんな黒いんだよ。あ、奈良の鹿ってさ、もうちょっと明るいんじゃないの色。簡単にエンディングトークなんてさせないんじゃないかな。